トルコ国鉄 h t 8万系はトルコ国鉄が運用する動力分散型の高速鉄道車両である。生産はドイツのシーメンス社の輸送部門、シーメンスモビリティが担当した。8万系はシーメンスの自社、ブランドベラローベースとしており、シーメンス側の故障はビラ TR となっている。イスタンブールからアンカラ間で運用されている。 最高速度は時速3 0 0トル2013年にトルコ国鉄がシーメンスモビリティとの間で7年間のメンテナンス契約、運転シミュレーター提供を含む17編成の調達で合意、車両は初回1編成、2回目6編成、最終10編成の3度にわたって納入されることになった。2014年にトルコの公共入札委員会による 証明書不備指摘により、3時10編成は一旦、キャンセルされている。キャンセル分はシーメンスがベラロー再提案し、フランスのアルストムやスペインのカフ、カナダのボンバルディア・トランスポーテーション、韓国の現代、ロテムも参加し、このうち最終入札に残った、全社2社争う形で2017年1月30日より、再入札が行われることになった。 2015年5月23日に一時車がアンカラ今夜線で営業運転を開始。二時車は2016年1月29日にドイツから発送され、2月17日にトルコに到着したが、営業運転投入は2017年3月10日まで連れ込んでいる。イノトランスで展示されたビラー TRU トのロゴベラロ D をベースに開発された。 一編成は8両で、二編成を連結した16両編成で運用することもできる。摂氏マイナス25から40度の環境に対応。先代の HT65000K でも使われていた伝統的な赤、白、ダークブルーのカラーリングではなく、白、ターコイズグレーが選ばれている。ヘッドライトが連結機寄りにあったベラロ初期型のアイス 3M よりは、 フロントガラス寄りに配置されている2世代目にあたるユーロスターの374型に近い外観である。大幅なモデルチェンジはなされていないが、ドア部の窓が拡大されたり、航空機スタイルの丸窓ではなく四角窓が採用されているなど、マイナーチェンジが施されている。すべての機器はボディマウント化されている。h t 八万の内装一時車は定員百六十席。 二次車はエコノミークラス424席、ファーストクラス45席、バリアフリー2席に3つのコンパートメントに各4席の座席を備えたビジネスクラス12席とビストロ36席の合計519席という構成。ファーストクラスはパーソナルモニターを備えている。過去のシリーズをもとにより最適化された戦闘形状はトンネル部での衝撃波や 走行抵抗、騒音をより抑制している。旅客機の優勝旅客1人 1km あたり 136g に比較すると乗客1人を 1km 運ぶときの CO2 を 14g にまで削減している。一時車の位置編成は最高速度が300時速 320km、電圧や周波数は 交流 25KV50Hz、交流 15KV16.7Hz、交流 25KV50Hz、直流 1500V、直流 3000V の4電源対応などドイツ、鉄道向けの仕様に揃えられている。またインテリアや座席定員も二次車とは同一ではない。2018年12月13日、本形式1編成が電気機関車列車と衝突した。 ありがとうございます。